こんにちはタックトーイック講座の白川と申しますこの動画はですね、TOEIC テスト対策の教材の中で、まあ、先進的な AI 技術を搭載しました、Z 階 TOEIC テストアダプティの操作方法についてご案内する内容となっております。 本編に入る前に少しですね、前置きの話をさせていただければと思いますけれども、この TOEIC テストアダプティなんですが、タックのですね TO、e、TOEIC L&R テスト対策講座の各コースの中で、総合とつくコースに含まれている E ランニング教材になります。例えばですね、500点目標のコースですね、このパックと単価のコースあるわけですけど、例えば単価のコースといたしまして、500点総合コースってコースがございます。 また、900点目標のコースですと、まあ、単価もありますけども、900点総合コースありますが、あとパックのコースをいたしまして、750点と900点のコースを組み合わせました、750点 &900 点総合コースパックといったコースもあるんですね。はい、この総合とする つくコースの中にですね、このアダプティが含まれているわけですけども、おすすめの学習方法といたしましてはですね、この総合コース、総合コースパックをお取りいただきまして、タックの講師陣によります講義ですね、これをペースメーカーにして学習を進めていただきながらですね、この弱点克服という部分に関しまして、この隙間時間や復習の時間を使っていただいて、このアダプティにも取り組んでいただいてですね、皆様の実力の底上げをしていただければと思っております。 はい、ではです、ね、本編の方に入ってまいりたいと思います。え冒頭からです、ね、ご覧いただいています、こちらが、クケースアダプティのです、ねえー、トップ画面になります、はい。ここのトップ画面に来るまで,ですね事前にプロフィールの設定とか、ですねそれからえプレテスト、ですねこの初回のテストなんですけども、100問の問題に取り組んでいただきまして、ですねあとはプロフィールの中で、まあ、現状のレベルとか、まあ、何点取りたいとか。か いつテストを受けたいか、そういった設定をしていただきますと、あとは AI がです、ね、判定をして、皆様それぞれが解くべき問題をです、ね、出し分けてくれる、そういった仕組みになっております。はい、ではです、ね、最初にパート別の演習のです、ね、画面についてご紹介していきたいと思います。このトップのところですね、このパート1からパート7までボタンが出ておりますので、自分が解いてみたいパートをです、ね、のボタンをクリックすることで、そのパートの問題を解くことができるようになっております。 また AI の方がですね、このパートから解いていった方がいいんじゃないですかという形で、この Recommended と出てますね。こういった形でこのパート5からやったらいいですよという形で出ていたりいたしますので、このまあ AI に従ってですね、このパート5からやってもいいですし、まあ、今日はパート1からやりたいな、そんな気分だなという形で、このパート1から始めていただいても大丈夫です。ではですね、まあ、最初のところなので、この Recommended というボタンに従いまして、パート5の演習から始めてまいりましょう。ではパート5のボタンをクリックします。 はいで。こういった形で問題が出てきますね。はい。で、空床短文ア飲め問題、パート5ですので、この短文のところのですね、この空床に入るべき問題を A から D の中から一つ選んでいくという形式なんですが、ちょっと適当にやっていきますので、サンプルなのでですね、はい。例えば B かなという形でクリックしまして、回答を確認する場合には、この右下にはありますと、この回答のボタンを押します。 解答ボタンを押しますとですね、はい、正解だったか不正解だったか、ですね正解は A ですよという形で,です、ね、この×というふうに出るわけです。で、その下のところに学習のポイント、問題文の訳解説、あとは重要語句ですね、こういったものが出てまいります。こちらを読んで復習をしていくわけですけども、この問題が気になるなといった場合にはですね、ちょっと見えにくいかなと思いますけども、この問題をブックマークっていうところを押しておいていただきますとですね、このブックマークとして保存することができるようにもなっております。 では次の問題に解く場合には、この NEXT をクリックします。ですね、今、このパソコンで解いておりますけども、スマホ、タブレットでももちろん解くことができますので、皆様です、ね、その隙間時間、移動中などにもです、ね、解いていただくことができます。ぜひご活用ください。では、次の問題が出てきました。はい、では、ちょっと適当にここも選んでしまいますけれども。 はい、正解は A でしたという形で学習のポイント、問題文の訳、解説15個が出てまいります。えー、ではですね、えー、今回パート5はここでやめとこうかなといったときにはです、ね、この学習終了のボタンを押しますし、えー、取っておきたい場合にはブックマークという形を押しておけば、この問題を取っておくことができるわけですね。はい、では、学習パート5の学習を終えることといたします。学習終了ボタンを押します。 そうしますとですね、そのパートの学習を終えますと出てくる画面が、このリビューリピートというページなんですね。このパート5の中に含まれている問題は、ポイントが全部で12ありましてですね、こんなポイントの問題がそれぞれ出ていますよということで、これまで取り組んできた問題の回答状況からしますとですね、このポイントについてはこれぐらいあなたはできてますよという形で、このチャートで出てくるようになっているわけですね。 はい、でこのレビューリピートの画面からです、ね、でこのポイントの問題を解きたいという形で選んでですね解くこともできるようになっております。例えば、ポイントの2の問題ですえ、ね、解いてみようかなといったときには、このポイントの2のところをクリックすることによって、ですねポイント2の問題を出してもらって解いていくということもですねできるようになっております。ちょっとバツつぼがついちゃいましたけどね、こういった形で学習のポイントなどが出てまいります。で、まあ、学習を終えることといたしましょう。 はい。レビューリピートが出てきました。では、講座のトップに戻ります。あとはですね、今、レビューリピートの画面出ましたけども、トップ画面のどこかも実はいけるんですね。このトップ画面のパート1からパート7までのボタンがありますけども、この右にですね、このレビューリピートっていうボタンがあります。学習履歴とピンポイント演習って書いてありますね。はい、ここを押すことによって出てくる画面がですね、えー、これです。 先ほどはパート5の演習だけやりましたので、パート5の画面だけが出ましたけども、トップページから行きますと、このパート1からパート7までのレビューリピート、ポイントのページがそれぞれですね、ご覧いただけるようになっておりますので、このレビューリピートから入っていただいてですねこの、このポイントの問題は今日は解こうというですね、解き方もできるようになっています。<laughs> またブックマークした問題を確認、こういったこともありますので、取っておいた問題をここから見ることもできるようになっています。 はい、では、講座トップに戻りましてですね。はいえー、先ほどはパート5、リーディングの問題をやりましたので、ちょっとリスニングの問題もやってみたいと思います。えー、パート1やってみましょうか。パート1の問題をボタンを押していきます、うんはい。実際のリスニングの問題でもですね、写真を先に見てですね、えー、後から出てくるその放送を待ち受けるという形だと思いますので、この写真をまずは見てですね、 選択肢を選ぶ状態にしてですね。はい。で、こう再生のボタンがあります。本番の試験では一回しか音声は流れませんけども、途中で止めたりとかですね、もう一回繰り返して聞くこともできるようになっておりますので、まあ繰り返し音声を流してですね、ええ解いてみるといったやり方もできたりいたします。では写真を見て、音声を流します。Look at the picture.A. The man is adjusting his tie.B. The man is washing his hands.C. The mirror is behind the man.D. The mirror is being fixed to the wall.、はい、ちょっと正解を取りに行きたいと思います。はい、A かなと思いましたので、回答をしていきますと、はい、えー、丸となりましたね。はい、正解しました。で、先ほどのパート5と同様に、ですね、学習のポイント、えー、選択肢の訳、あとはですね、音声に関しましては、このイギリスの発音だと。 A と出ますね、あとはアメリカとかカナダとかオーストラリア出ますけども、こういった形で、どの国の音声なのかということも出てきます。選択肢として生まれました文章と日本語訳、解説、重要語句ですね、こういったものが表示されてますので、これで学習を進めていきます。あとはですね、先ほどと同じように、この問題をブックマークしておくこともできます。では、ちょっと一問だけですけどね、パート5のパート1のですね演習を終えたいと思いますので、学習終了のボタンを押します。 はい。パート1のリビューリピートのページが出てきました。で、これまでの取り組み状況からですね、各ポイントに対してどれぐらいできていますかってことが表示されますのと、あとはこのポイントの方から選んでですね、このポイントの問題をピンポイントで解いていくってこともできるようになっています。はい。では、講座トップに戻っていきます。 こういったグレートですね。この進捗状況からいい調子ですね。こんなメッセージも出ています。これを励みにしながらですね、えー、学習を進めていただければと思いますけれども。あとはですね、ご紹介したいのが、このアドバイスレクチャーですね。動画文法解説ですね。このページなんですが音声とかありますね。ここをクリックしていきます。でここにります、ここに載っておりますものはですね、この学習アドバイス動画ですね。例えば、リーディングを時間内に解ききれず、目標スコアに届きません。どうしたらいいですか 適切な時間配分を教えてください。こういったですね、学習者の方からよくある質問に関しましてですね、講師が動画で解説をしているものがあります。また、学習ポイント解説動画といいますのはこのパートごとにですね、押さえておくべきポイントについてですね、講師が解説している動画。 あとは文章での解説などもありますので、こちらはですね、その、えー、画面上に問題を表示させて印象していくということがメインにはなってきますけども、この曖昧にですね、えー、こういったもの,の気分を変える意味でもですね、えー、こういった動画もご覧いただけるといいかなというふうに思います。 はい。あとは、この右下にございます、このブラッシュアップトレーニングは、このパート別の総仕上げの問題ですね、えこちらが搭載をされておりますので、まあ、進め方の一つの方法としましてはですね、まあ、初回テストは皆さん解いていただいた上で学習を進めていくわけですけども、えこの中間でハーフテストですね、これを受けていただいて、またですね、えー 終わりに近づいてきますと、このバラッシュアップトレーニングなども含めて、ですね、総仕上げをしていただきながら、最後はこのターゲットテストですね、200問の模試になりますけども、ここで総仕上げをしていただく、こういった形で、ですね、学習を進めていただければと思います。はい、それでは以上で、ですね、トイックテストアダプティの操作方法の解説についておらせていただきます。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。